え先日、仮面ライダーブラックを演じていた倉田哲夫さんが自身が経営するステーキ屋で仮面ライダーブラックのメニューを出したり、無許可でブラック風マスクを売っていたりと、商業利用していたにもかかわらず、仮面ライダー 50, 年50周年当日に50周年のコメントも出さないし、俺仮面ライダーあんまり好きじゃないからと言って延長した件について、エレクさん、どのようにお考えでしょうか。うーん、あの、 ま、あ、端的に言うとアホなんでしょうな。演じてたからといって、仮面ライダーブラックのその名前だったり、マスクを勝手に売ってはいけないというのが一応法律上のルールとしてあるんですよ。その時点でアウトだよねっていうのと、仮にさ、あの、揉めこぼしでステーキ屋さんがやってるとして、仮面ライダーの名前使うんだったら、コメントとか出しといて好意的なこと言っといた方が、商売うまくいくと思うんですよね。もったいないなという気がするので、本心としては仮面ライダーはその金儲けのために使ってるだけですって言ったとしても、なんか嘘 嘘ついて儲けた方がいいんじゃないのっていう気がするんですけどね。だって商標勝手に使っちゃってる問題があるので、仮面ライダーのバンプレストかなんか敵に回すとめちゃめちゃ怒られるじゃないですか。だから表向き仲良くしといた方がいいと思うんですけどね。えー、自己開示と過去をさらけ出すことは同じですか過去を話すと共感できて楽になるよと言われました。真っ当な人は過去を話すと共感されるんですけど、僕の知り合いの死んだ魚目をしているデブなおっさんのヒゲなんとかさんの過去の話とか聞くと、多分共感 じゃなくてあ、ちょっとやべえ人だっていうので引いちゃうと思うんですよねカッコを離して共感されるっていうのは真っ当な人間っていう前提が大事だと思います やっぱなんかほら、こう食うやつとか、仲良くなりたくないじゃないですか。なりたくないですけど。え、20代会社員です。IT エンジニアを知ってます。辞めたいほどではないですが、仕事のモチベーションがありません。みんなそうですよ。会社に言われたことをそれなりにやっています。それ普通です。仕事のモチベーションの上げ方ありますかありません。ゆ <laughs> りさんのやる気の出し方があれば教えてください。えっと、あの、まず、仕事は、やりたくないことをやるからお金がもらえます。なので、あの、やりたくないのは当たり前です。周りの人も、仕事頑張ってます。楽しいですって見せてるけど、じゃあ、給料 払わないけど仕事やるっって言ったら多分みんな辞めますよなのであくまでお金がもらえるからやってるだけで基本やりたくないんですよただいやマジやりたくないっすって言うと上司に目つけられて飛ばされるとか昇給しないとかあるので仕事好きっすこの会社でこんなことやりたいっすとか自己実現っすとかこの会社を通して自分を成長させたいですとか伝説で言うんだけどあれ全部嘘です <laughs> あの金のために働いてますよ皆さんだって金があったら働かないもん会社で人の文句ばかり言ってしまいます人とうまくやっていくためには人の文句言わない方がいいと思います 自分が正しいまたは事実を言いたくなる自分のストレス解消のためにやめない方がいいと思うんですがどう思いますかえっとまず問題は文句を言わない方がいいかじゃなくて言う相手が間違ってるっててることですよね会社の人に対して会社の人の文句言うとバレるしこいつうぜえなってなるので全然関係ない人に言えばいいんじゃないですか。Twitter で匿名アカウントとか作って僕の知り合いにひい有いさんってあの死んだ魚目をしている不細工のおっさんがいるんですけどそのおっさんに向けてずっと送り続けるとあの人友達いないんで反応してくれると思うんですよ。基本的に彼 Twitter で何か書いても一切反応がない人 ので反応のない人にひたすら自分の愚痴を突然送り続けるっていうのをやると何人か返してくれると思うんですよねっていう感じであの聞いてくれる人を作るといいんじゃないでしょうか